はい、こんにちは。えー、私今、運命サモンでいただいたガーディアンパンサーを育成中なんで、えー、この方で、防衛チームのガーディアンパンサーを見たいなと。はい、きまーす。三つ黄色があるのは嬉しいけれども、まだ足りないな。 よしよしそれでは、緑を一玉で待てられるシンシアに対して、えー、ジャッカル当てて、えー。パンダ当てて。どうしようか。グレイブメーカー回避発動してるしな。 この黄色ダイヤ消して、そんなに連鎖起きないんですよね。でも、じゃえー、ワドルズ使って、で、黄色ダイヤ使って、えー、それでは、えー、盤面に黄色は一個しかないんで、えー、整うまで。 少し温存しましょうか。えー、もう少しこの黄色を近づけていきたい。えー、空打ちをしたい。えー、ここ行きましょうか。はい、ではグレイブメーカーが打ってくるんで、えー、とりあえずガゼルダンスを踊って、まあ、とりあえずここ行きまして、 羊はまだ温存して、えー、ここ行きましょうか。今のは下手だったかな。えー、黄色いを振ってこい。そろそろ、えー、温存していた羊を使って、 こちらはガゼルダンスを踊っている。えー、これで、グレイブメーカーにどんくらいダメージいくかなよし。えー、ビビカが回復してから、スキルを使います。えー、ビビカになんか当てられる玉へ、じゃあここ行きましょうか。 黄色の玉を当てやすいでは、ビビカ狙っていきましょうか。ジャッカル当てて、パンダ当てて、まあ、ワドルズ使うだけ使ってみて、黄色デューの位置を変えて、で、黄色デュー使いましょうか。はい、えー、あとは一体だけ、えー、羊使うだけ使っておいて、 えー、空打ちで盤面整理をします。えー、空打ちを見つけられない、えー、しゃーない。えー、ここ行きましょうか。だいぶ勝ちは見えてるんですけど、こちらかなりチームパワー低いですからね。えー、ガゼルダンスを踊って、ジャッカル当てて、 え、真夏溜まってる相手に対して、もう紫ダイヤ使っちゃって。はい、これで勝ちですかね。おっとっと復活。 えー、まあまあ、チームパワー差もありつつ、えー、パズルでガーディアンパンサーいけちゃいましたね。かなり育ってるガーディアンパンサーだったんですけどね。えー、このあたりを、えー、まあ、育成の参考にして、どこまで育てるかの参考にしていきます。はい、ありがとうございました。